ディポンチの新配信番組、冠配信番組パパパパパーティーポンチが始まりました。イエーイ、閉まらない、閉まらない。はい、 MC 兼リーダーのマイです。イエーイ。はい、MC の秘書アジュです。アジュ。はい、MC のアシスタントキキです。よろしくお願いします。キキちゃん。私たちは来年の1月9日にデビューライブをする予定のアイドルグループです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、会場にもね、お客さんが来てくれてます。ありがとう、みんな。ありがとう。もうこの緊張感が伝わってるよね、きっと、うん、あの、伝わってる。パティポーになって初めてのこういうお仕事だから、うんうん、もうちゃんとうまくできるか分からなくて、初仕事です。頑張ります。本日は温かくお見ま、うん、温かく見守ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、もう早速、はい、私たちが考えた企画第1弾に進みたいんですけれども、はい、パーティーポンチ自己紹介まだなくない？そうも。ということで、私たちの自己紹介を考えたいと思います、はい、うん、イエイ。大事、自己紹介ね、うん、そう、なんか入れたい言葉とか、うんうん、これ入れたらいいんじゃないっていう、うんうん、ニュアンスをちょっと3人で話したいなって思ってるんだけど、はい、はい、アンジュからいきませんか。私からね、うん、じゃあアンジュの自己紹介に入れたい言葉、アンジュは、うんうん、で、私たちはアンジュの自己紹介に入れ、うん、これ入れたらいいんじゃないかなっていうワード。あ、そうだね、ワードだね。ワード、入れたいワードとかリズムとか、まあ、雰囲気とか、うん、みたいな、うんうん、まあ、書けたら書いて、書けなかったら言って。わかった、書こう。じゃあまあ、で、私はでも雰囲気としては、もう言ってくれ、じゃあ、うん、なんか不思議系みたいな感じで行きたいなみたいな、ちょっと思ってます。昔もなんかね、ちょっと不思議な感じの自己紹介やってたので。どんなんだっけ昔。私はね、パパパンパパパン、うーパンダーっていうやつをやってたんですね。そう。さっき思い出したんですけど。そう、なんかそんな感じで、なんかちょっと不思議な、なんかマイペースな性格なので、うんうん、なんかそんな感じを出せたらいいな、自己紹介でみたいな、うん、思ってます。いいね、はい、はい、アドバイスください。入れたいワードとかはないの？入れたいワードか、うーん、なんだろうな、マイペースとか。あ、うんうん、そういうなんか、うんうん、自己紹介的なやつ入れたいなって。え、お願いします。じゃあ、まいちゃんからいいですか。お願いします。私は、はい、アンジュは、うんうん、この2つに限るかな。ちっちゃこの見えますか。対しての文字の小さ見えるかな。私は、あの、アンジュはおっとりで、うん、はい、おっとりな性格で穏やかな性格なの で、 そうなんです。ちょっとこの2つ、例えばなんか、なんだろう、うん、おっとりさんとか、うん、気分の上下がないですみたいな。上下がないです。気分の上下ないです。どういうこと。気分悪い時がないですみたいな。常にあなたの、ね、安定して、うん、常にあなたの仏様みたいな。仏様やばい。あの、皇太子様。皇太子様。皇太子フェイス。違う、なんだっけ。アンジュの、アンジュのファンサーはなんか大体なんか、うん、そう、笑顔がこうなの。そう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 、皇族感。あ、そう、皇族だ。穏やかだ。あなたの皇族アンジュですとか。いいやん。ああ、なるほどね。皇族なんか女神みたいな。うん、女神。あ、自分で言うのもあれだ。自分で全然うなずいてないし。いや、じゃあここにいる人は言ってないけど、なんか私なんか女神とかなんか言われてた気がする、誰か。でも分かる、うん、分かる。そう、なんか言ってくれたから、そんな感じの、うん、感じでいこうかな。女神系いいね。ちょっとメモしといてあげるね。え、ありがとう。私もまだあるよ。あ、お願いします。アドバイスください。私はですね、アンジュがなんか今までそのパーティーポンチが今アイドルとして3回目
なんですけど、ね、今までアンジュと一緒にやってきて、うん、これまでがマイペースとかおっとりとかを、うんうんうん、その題材としてきてるから、うん、ちょっとそことはまた違ったおっとり感、へいくよ、なんだろう、せーの、ダダンダダン、おお、はんなりはんなりどうはんなり、なんか強強とっぽい、なんかわかるんだけど、はんなりはんなりじゃない、はんなりなのか、わかる、うん、はんなりフェイスフェイス、なんか顔の話、雰囲気雰囲気、雰囲気、はんなりじゃない、はんなりなんですかね、自分ではわかんなかったけどあ、でも、うん、なるほどね、はんなり女神、あー、いいじゃん、かわいい、ハンナリ女神、かわいい、ハンナリ女神、あ、いい、かわいい、かわいいよね、かわいいよね、新しい発想ですね、おー、いいね、大忘れない、これ大丈夫、アーカイブにあるから一回忘れちゃいそう、確かに、あの後でアーカイブ見て思い出すね、なんだったっけ、はい、ってアーカイブ見る、アーカイブ見てということで、アンジュ、アンジュはじゃあハンナリ女神に決定決定でいい、ほぼ決定でもいいけど、あ、じゃあ、あの、もういいなって思ったら拍手ください、はい、いきます、アンジュの自己紹介に入れるフレーズ、ハンナリ女神いいなって思う人、あら、え、嘘、待って待って、え、待っ て, 待ってみんなこれ手拍子する流れかなって思った、ね、私もそう思ったんだけど、あんまりあよとか思った、誰も待って、どうしよう、どうしよう、あんまりだった、そっか、そうなの、ハンナリ女神っぽくない、ぽくないかなじゃあちょっとまたお持ち帰りかな、持ち帰り、そうだね、もう一回じゃあ考え直したい、いいと思ったんだけど、何がダメ、女神がダメどっちもほらそっか、じゃあ、あんま盛り上がらないってことかな、あのパティポン自己紹介でさ、うん、一緒にこうやってできないからだね、うん、そっか、一緒にできた方がいいのかな、確かに、なるほどね、うんうん、じゃあ一旦アンジュはお持ち帰りで、持ち帰りで行きましょう、はい、じゃあ私、うん、私の自己紹介を考えてください、はい、入れたいワードね、フレーズね、うん、私ちょっとさっき考えてたんですけど、うん、まあリーダーだし、うん、今回パティポンでリーダーだし、ずっと言ってるのが、なんか桃太郎になりたいって思ってて桃太郎になってずっと言ってるよね、アイドルになった当初からずっと言ってるんだけど、桃太郎になって、あ、この人楽しそうだな、一緒に遊びたいなって思ってついてきてくれるような人になりたくて、だから、まあ、イタロさん、まあ、イタロさん一緒に手拍子できる感じの、なるほどね、なんかきびだんごじゃなくて、なんかそういうアイドル関連のなんか何かがあったらいいなとかちょっとふわっと思ってるんだけど、まあそれとは別に2人の意見を聞きたいです、うん、決まってるみたいなので、キキちゃんから教えてください、はい、私はででん、天真爛漫、書けなかった、ひらがな、書けないよ、え、ててんだけはさ、書けるよ、書ける書ける、書ける、書けるかな、書ける、みんなは天真爛漫、天真ってあれ中華の天真、待って、私も書けないかも言っておきながら企画全然変わってるからね、これ今言ってじいちちゃうあ、でもなんか天と万はあってそう、あ、だよね、シーン違う、そんな感じする、え、天ってさ、あれじゃないの、天じゃないの、天使、天じゃない、あ、わかんないそれ中華料理だよね、え、答え調べる、うん、答え調べる、それはいいとして、天真爛漫って、そう、天真爛漫を私は、あー、舞ちゃんは自己紹介入れた方がいいんじゃないのかなって思う理由は、ショールームとか私結構メンバーの見てるんですけど、なんか舞ちゃんの配信ってなんか笑顔になるなんかいきなり変なことやりだすじゃんうーうーなのそう、なんかコールとかいきなりなんかぶっこんでくるから、なんかそういうのでなんかちょっとなんかちょっとバカな感じ、あ、でも魔法な感じがなんかいいね、そう、舞ちゃんの魅力だなって思ってちょっと天真爛漫にしました、どうでしょうか、うんうん、いい感じ、いいじゃん、めっちゃいいと思う良い良いありがとう、もうこれで決定みたいな、はい、アンジュは、アンジュは発表する前にも聞いた、いや、私はなんかちょっとどっかで聞いたことある感じになっちゃったんですけど、
笑顔が一番笑顔が一番まいちゃんやっぱまいちゃんといえば笑顔かなって思ったんですよね、そうですね、まあそうだけどわかりやすくそうだけどなんかどっかで聞いたことあるそうね、なんか聞いたことあるかなみたいな感じのになっちゃいましたが、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ天真爛漫を聞きながら採用採用いや採用ありがとうございます。聞きながらちょっと考えたいなと思うんですけど、はい、どうですか、いいと思う、せーの、あーあーよかったよかった採用ちょっとハンダリハンダリ映画にちょっとあれだったけどね、やりたかったんだけど私は気に入ってるんだけどな個人的にまあ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 ということで次キキちゃんのこと考えましょう。はい、私は個人あどうぞじゃあ一旦 CM に行きたいと思います。せーの CM ゴーゴーこうか。白爪会で自分は才能なんて信じない、そんな薄っぺらいもの全て努力で潰してみせる、だから自分はどんなに苦しくても立ち向かう、でも時々ほんの少しだけ潰されそうになってしまう、ついてきてほしい、見守っててほしい、白爪は絶対あなたの一番になってみせるから、応援よろしくお願いします。皆月しや挑戦、少しの勇気を持って、はい、ということで続きいきましょうか。はい、キキちゃんの自己紹介を考えるタイム、はい、私は個人的に、まあ、イメージカラーが黄色っていうのもあるし、うん、なんか元気系なキャラクターだと自分で思っているので、うん、あのパワフルっていうワードを入れたいなって思ってるんですよ。いい、ね、うんうん、パワーパフガールズみたいなパワーパフガールズパワーパフガールズってあるよね、あるよね、あんま詳しく知らないけどみたいな感じでちょっとパワフルな感じを出した自己紹介にしたいなって思ってます、うんうん、ね、はい、なるほどね。考えた？あ、ワード？ちょっと出てこないな。え、嘘でしょ？私もマイちゃんと今同じこと言った。過去同じ。え、なんで？見たの？ちょっと見えてる。こんなにもう一緒に4年間一緒にいるのに、うん、私のいいところが出てこないってことですか？いや、いいとこはいっぱいあるんだけど。で、あんちゃん一文字も書いてないから。今かぶっちゃったからさ、なんか違うこと書こうかなって思って。なんだろうな。何がいいかな。元気系でも今までずっと元気系だったからね、うん、そうだよね、まあ、じゃあいいですか、どうぞ、うん、考えたのが、まあ、キキちゃんといえば圧でしょってことで圧これはまあ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 よくうなずかれてますね圧に加えてなんかキキちゃんってダンス上手だからなんかみんなでジャンプできるような自己紹介があったらいいんじゃないかなって思った。新しい、それはね、パパパンパパパンうージャンプみたいな、うんうん、パンダじゃなくてねみたいな元気系なのが伝わる、応援してくれるみんなもきっと元気な方が多いと思ってるから、元気な方うん、キキちゃんに似てさ、ルイは友よ、ね、そう、
だからジャンプする挨拶はどうかなって思いました。ジャンプはありだと思います。イエーイ。アンジュできましたか？できました。はい、どうぞ。じゃーん、パティポンのダンサー、はい、圧倒的なやつ、パリピなんでなんでえ、なんかパリピと新しい、なんかここはなんかね、今までもなんかあったかなって思って、なんか新しいの出したいなって思った結果パリピになった、うんうん、パティポンのパリピ、なんか一人だけやばくない？なんか元気な感じだからパリピ、新しい感じでっていう気持ちだったのかな、みんな。さっきのはんなり女神。あ、なるほどね。私もパリピそんなに腑に落ちてないから、うんうん、そうで、新しいものを取り入れたいなみたいな思った結果のこれです。圧倒的な圧は良いね。なんか良い、うん、すごい。圧と圧倒的な圧はちょっと入れたいなって、うん、ラッパーみたい。ラッパーなんか、そう、そんな感じ。音声、うん、大丈夫私なんかうまくいったかみたいな、ね、うん、圧倒的な圧はすごい気に入った。確かに、うんうん、圧倒的な圧は採用します。やったパリピはないかな。ジャンプはどう？ジャンプも入れたい。いいね、やった、うん、入れたい、はい、ありがとうございます、うん、ということで、私たちの自己紹介は、うんうん、1月9日にお披露目になるので、はい、ぜひ楽しみにしててください。お楽しみに。いいものできればいい ね, ね, そうだね。みんなでね、声が出せないから、うんうん、確かに、ね、いいものができるといいな、うんうん、はい、ということで、じゃあ自己紹介企画は終わりということで、うん、はい、次いいんですかね、動画。いいですよ、はい、うん、第2の企画、てれん YouTube 動画をみんなで見ようのかーい。しかも、うん、本日初披露、初公開の動画になります。間に合わせました。今日のために、ね、まいちゃんが頑張って編集してくれて、なので、うん、この後そのパティポンちゃんで上がる動画を今一緒に見ようということで流してもらいます。はい、大丈夫、いけますかね。大丈夫そうですか、うん、これは、そう、これはね、アンジュが誕生日だったから、うん、そうなんです。アンジュのサプライズをする動画になっておりますので、うん、ぜひお願いします、うん、はい、いくいくか、なんだっけ、 VTR、 せーの、 VTR ゴー遅れるアンジュ遅れる、アンジュに誕生日サプライズを仕掛けたいと思いまーす。まず第1弾がこちら、ケーキ。そう、高級なね、高級なそう、ハーブス高級なちょっとお値段高かったよね。高かったよね、高かったよね。ありがとうございます。まつげ美容液を買いました。アンジュのまつげを伸びてほしいなっていう願いを込めて買いました。ということで、アンジュよりも早く、1時間早くなった時、会場入り会場入りがね、いつもちょっとアイドルなんで、アイドル、アイドル最中でございます。今あっちにもカメラ仕掛けていて、裏の部屋で今こっそり待機しているので、アンジュの到着を待ちましょう。レッツラーGo! いや、ここでやってんのかしかも今日ツイッターに載っけたもん、私。そうね、この時私うろうろしすぎじゃない？確かに何し緊張しますね。怖いじゃあこれあれだよね、アンジがちょっとめっちゃ到着遅れたんだよね。結構待ってた、申し訳ない時間稼ぎのためにさ、そう、必要な方だやつね。そうか、この方がいいね。なんか近すぎ、あ、この方がいい、あ、でも伸びちゃうから、もしよ、もう一回ギギちゃんすぐ変な顔する。顔がどこまで出来上がってるのかがちょっと見ものだと思う。そう、楽しみにしていきましょう。アンジュはいつもすっぴんでいます。そうなんですよね。しかし YouTube 撮るっていう前置きがあってのね、
この日だったからね。ありがとう。じゃあ行きます。なんでもいい。キキちゃん先行きな。喜ぶかな。私たち変な子ばっかり。そうなの。この顔。好きでライブ前とかう、うん、もう毎回なんかフルーツ食べてない、うん、毎回かな。キウイ食べてるよね。そう、練習前とかもキウイとか食べたりしてるよね。そう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 、なんだ。え知らないの。キウイ食べてるイメージもない。フルーツ食べてるイメージは。食べてるんだよ、キウイ。パイナップルで食べてない。パイナップルも食べてる、うんうんうん、そのイメージはある。そう、よく分かってくださってる。そう、フルーツがね好きだったので、フルーツが挟んであるミルクレープをね、アンジュのためにね、うん、買いました。めっちゃ美味しかったの。ね、ケーキ、ありがとう。なんかめっちゃでかいしね、サイズも。めっちゃビッグサイズだった。その節はありがとうございました。おめでとうございました。ね、もう1ヶ月以上遅れだけど、やっと出せたから動画が。ね、そうだね。まあ、ぜひまた登録して見てみてください。YouTube お願いします、うん、パティポンちゃんで検索してください。あと高評価とコメント、うん、コメント、そうコメントね、そうしてほしい、モチベになるしね、うんうん、ぜひよろしくお願いします、はいはい、なんだっけ次、次は あそうだ、では、はい、いいですか次、うん、第3の企画行ってもいいんですか。いいよ、まだいい、あ、まだ喋ってもいい？でも、行っちゃおうか。ちょっとやりたくて、やりたいことがあって。聞かない、聞かない。聞いたのに聞かない。やりたいことがあって、ちょっと2人に提案したんですけど、うんうん、1月9日のデビュー日にね、うん、5曲やるんですけど、ちょっとコールがね、入りそうな曲がたくさんあって。うんうんうん、で、多分まだ、声出しはできないと思うんだけど、心の中でみんなで言いたいなっていう気持ちを込めて、うん、コールを覚えようの会を開催します。はい、はい、コール講座。そう、うん、でも私たちいつも言ってもらう側だから、そんなにちゃんと覚えてなくて、ちゃんと言えないから、うん、いくつちゃんと言えるのかってことを、うん、今ここで
やりたいなと思います。今ここで決着、はい、決着なんかアンジ結構言えると思うんだよね。私超得意だよ、うん、やっぱり、うん、じゃあちょっとアンジが先導でいくつか種類を出してほしい、はい、種類ね。日本手付けは分かる。加工加工加工、うんうん、で合ってたら間違ってたら逆あれ、あ、ここ調子じゃないをやりたいと思ってるので、はい、じゃあ基本的なやつからやってく、うん、じゃあまずみんな言えるかな。じゃあまず基本的なやつね。曲があるじゃん、うん、曲があってまず前奏で言うやつは日本手付け。あ、どうぞ。あ、前奏で言うやつだよ。え、アンジできる？アンジも書いて。あ、書くの、うん、言葉で言おうと思ってて私。あ、言葉で言おうか。どっちがいい、うん、一緒に言う、うん、バラバラ。そう、コールってさ、まずそもそもなんか曲があったら前奏で言うやつと感想で言うやつと最後に言うやつがあるんですよ、うん、基本のコール、はい、みんなうなずいてる、すごいそう、だからまずその前奏のやつから話し合ってもいい？いいよいいよ。前奏って、あー、よっしゃ行くぞ、うん、タイガー、ファイヤー、うん、サイバー、うん、ジャイバー、うん、ライバー、うん、じゃあじゃあ、うんうんうん、言える？うん、かどうか合ってるよね。え、もう言っていいの？とりあえずかね。え、よっしゃ行くぞ、うんうん、よっしゃ行くぞ。え、このさ、あの漢字、うん、漢字だよね、漢字を、漢字を書いていけばいい。別に今前奏のやつを普通にそのまま書いて、前奏のやつそのまま、うん、前奏のもう、ちょっと待って、もう自分の思う正解を待って、書いてもらえれば。カタカナ？いや、それはもうね、ヒントになってしまうんでね。あ、そうなの、うん、それもあれなの、ね、ちょっと待ったちょっと先やってもいい？自信なさすぎるので。はい、ちょっと繰り返しでいくよ。あー、よっしゃ行くぞ、うん、ファイヤー、ダイバー、ライバー、ファイヤー、ダイバー、ライバー、じゃあじゃあ、ライバー、ライバー、ちょっとわかんなかった、ライバー、ライバーじゃ今のはあの捨て待って無理だった。そう、まいちゃんのカタカナ苦手だもんね。そうなの。え、待って、ちょっと待って、尺が足りない、尺が足りない、うん、言葉で言いたい、うん、言葉で言ってもいいよ、全然言葉から言えるんだよ。いいよ。タイガー、うん、ファイヤー、うん、ファイバー、うん、タイガー、ファイヤー、ファイバー、うん、え、もう一回言うの？タイガー、ファイヤー、バイバー、ワイパーそれっぽいこととりあえず伸ばしとけばいいみたいな感じでしょぽいけどねえ、それ全部言って、全部、ちょっと待って、うん、これあれなんですよね、漢字がカタカナやってんだよね、それは分かるんだよ。うん、そうね。え、漢字でいいじゃん、ダメ？漢字はもうあれ、まあ、今回はその前奏のやつだよっていう問題だったのでいや、分かんない、教えてほしい。答え言っちゃう？はい、前奏のやつはカタカナのやつですね、うん、あー、よっしゃ行くぞ、タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、じゃあじゃあが正解になります。イエーイ、ちょっと教えてほしい。あー、よっしゃ行くぞ、よっしゃ行くぞ、タイガー、タイガー、ファイヤー、ファイヤー、サイバー、サイバー、サイバー、うん、ファイバー、ファイバー、ダイバー、ダイバー、バイバー、あ、待って、ゆっくり言ってて分かんなくなっちゃう、自分こんなゆっくり言うことないんで、ちょっと待って。よっしゃ行くぞ、タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、じゃあじゃあ、最後バイバー？ん？タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、じゃあじゃあです。バイバー、バイバー、じゃあじゃあ、オッケー。おっと？です。はーい。一人一人チェックしていく、今。マイちゃん。私から？私から行く。あー、よっしゃ行くぞ。タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー、じゃあじゃあ、おお、ありがとうございます。キキちゃんマスターしました。イエーイサイバーだけ分かんなかった。サイバーとバイバーだけ分かんなかった。あーね、そう、うん、難しい、そこいくよ、マイちゃん。あー、よっしゃ行くぞ、ファイヤー、タイガー、サイバー、ダイバー、
エイはじゃあじゃあ全然ダメダメですこれ。一発目から違うよね。一発目から違う。一発目は普通わかるじゃん。あれもう一回、あ、まあいいや、まあいいです。次行きます。次までにじゃあ宿題で、はい、覚えてきてください。次じゃあ次第2問。じゃあ次はあの曲があって感想で言うやつ。え、それがさっきのあれだよね、あの漢字のやつだよね。これわかるんだ。言っていい？私はもう何もヒントは出さない。うん、いいよ。行くよ、うん、ことで言うよ、うん、せーの。トラ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 ヒトラヒ腎臓リンボトラ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 ヒ腎臓腎臓えぶなんだっけ。あれちょっと待って、ちょっと待って、なんかさ、あの通常のやつも言えないのに、なんか変化球のバージョンを言ってきてるんですよ。なんかトラ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 みたいな、トラヒっていう、なんかそう変化球の方言ってきてて、あの通常のバージョンをまずトラシンプルな方からお願いします。なんだ、うん、トラヒジンゾウ、うん、セイ、うん、アバーアバーマセカセトビ東京。おー、ちょっとね惜しい、惜しいですね。トラと、じゃトラ、ヒ、うん、腎臓、繊維、アマ、カセ、トビ、状況。一個足りないですね。あれ、うん、トラ、ヒ、腎臓、繊維、アマ、腎臓、カセン。そこはあって、そこは合ってんだけど、一個抜けてるんだよね。前半後半後半、後半で一個抜けてるんだよね。えバイバーカタカナじゃねえ。トラヒジンゾセイカセトビチョウキョウ。一個抜けてるんだよ。分かんない、教えてください。アンジュさん、正解がですね、あーよっしゃ行くぞ、トラヒリドセイアマ振動カセトビチョウキョウです。振動が抜けてました。トラヒジンゾセイアマ振動、振動、振動ですね。あの、いきますね。ブルブルでしょ。そう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 。トラ、せーの。トラ、ヒ、ジンゾ、セイ、アマ、ジン、シンゾ、シンド、アマ、シンド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 。トラ、ヒ、ジンゾ、セイ、アマ、シンド、カセ、トビ、ジョー、キョウ。はーい。ということで、はい、うん、CM へゴー。やば。みなつきしや、私はたくさんの人を笑顔にできる、笑わせてくれる人にずっと憧れてきました。悲しいことがあったとき、許せない気持ち、嬉しいことがあったとき、幸せな気持ち、一生懸命生きていればたくさんの感情に振り回されます。そんな時、人を笑顔に感動に包み込めるような素敵な人に私はなりたい。私のことを知っている人も知らない人も笑顔にできるように、これからも精一杯頑張ります。どうか応援よろしくお願いいたします。
汚くなった。はい、でちょっとここでですね、コールじゃないや、コメントが来ておりますので、ちょっと読ませていただきますね。なんかね、ショールームでも配信しておりまして、シンジさん、俺もコールいまいちわかんない。あ、一緒やん。一緒。メモしないと忘れるわ、フライトし。ヒロさん、キキちゃんあれだけ練習してたのに不安そうって。そう、練習したんだよね、一回。あ、練習してたんだ。それはなんかちょっとハンデじゃない？ねえ。キキちゃん割とコール言ってったよね、今まで。そう、妙本助けだったら言えるんだけどね。あ、逆にそっちならね。もうずっと言ってたからね、私。さあ行くぞみたいな。さ、なんだっけ。よっしゃ行くよ。よっしゃ。じゃなく。キキちゃんがよく言うやつ。なんだろう。ハイセイみたいな。ハイセイ。ヤーファーですけ。カセット美女教。タイガー。ファイボー。ワイパー。これ何？これトラヒージョン。あれ？はい、ということで、はい、コメントは大丈夫そう？もうコメントはもう大丈夫です。ありがとう、ありがとうございます。どんどんコメントください。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、なんか CM 開けたらすごい机の上が賑やかになってるっていうことにお気づきかと思うのですが、頑張ってまいちゃんが頑張ってやっておりますのがですね、これからちょっとゲームをしたいなと思います。皆さんお気づきの通り、あのこちらのジェンガみたいなやつで、ね、色がついてるなんかジェンガみたいな感じなんですけど、んー、なんかサイコロがあって、これですかね。そう、ちっちゃい、ちっちゃい、めっちゃそう、そのサイコロを振って出た色と同じ色のブロックを抜いて積み上げるやつね。でブロックは1段に3文字ずつ、1段ごとに互い違いに積みます。塔を崩した人が負けです。そんな感じで倒した人が負け、うん、間に合ったお疲れ様です。先生不安定なもちろんしかもちょっと先生とやっておりましたが、映っておりますか、これ。大丈夫、大丈夫そうですね。もうちょっと真ん中、遠い、うん、こんぐらい、はい、どうでしょうか。 OK です、ね、はい、ということでじゃんけんする、誰からいくか、うん、せーの、最初はグッジャケっぽい、キキちゃんから、最初はグッジャケっぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、アンジュ、はい、あ、誰から、キキちゃんから、じゃあサイコロ、負けた人何する、え、これはどここで投げればいいってこと、サイコロはどこでもいいんじゃん。じゃあサイコロ投げます。あ、黄色、黄色だ、さすが、自分のカラー。私ちょっとガチでいきますね。はい、おっとせ。じゃあ黄色を抜きます。お、これいけるじゃん。あ、待って、こっち側が見えないっていう弱点。あ、待って、こっち側にすればいいんだ。手が震える。確かにそれ決めてない。まずそれ決める。手が、確かに今日も帰りのカフェ行きました。 OK です。はい、カフェおごりだよ、帰り。コロコロ、 OK。 これはこれはおっこりおっこりごめんなさい、お手を忘れませんすいません。え、あ、大丈夫、倒れちゃう、危ない、倒してたら私が、よし、あ、決まったの、決まったの、色、青だよ、青だったの、青青、え、抜けないんですけど。え、難しい、どうしよう。まだまだ1回目だよ、全然抜けないんだけど。え、抜けないよ、これ。そんな、どうしよう、そんなに、え、どこも抜けない。あ、抜けそう、頑張れ、頑張れ、手が震える、頑張れ、頑張れ。ちなみに得意、こういうゲーム。え、得意、あんま負けないと思う、超久しぶりにやる。はい、いきます、うん、黄色、黄色、黄色、え、黄色、あ、そっかそっか、あ、これいけるんじゃない、おい、早いね。はい、キキちゃんどうぞ。キキちゃん、はい、いけます、うん、えい、
青やばい青だよ、アンジュが苦戦してた青、うん、青ね、難しい。あ、これ店長え、あれちょっと待って、こっちが見えない、ちょっとこっち行こうふぃおお手先器用なキキちゃん、うん、赤赤真ん中になくない？ある？ないよ、赤真ん中に。赤真ん中にない。そう、赤真ん中にない。1個1個こんなくらいおー、ガチガチやん。ガチガチやで、これは。どうしよう。アンジュ、アンジュフラグ立ってる、もしかして。どこも抜けない。手震える。下手じゃない。下手じゃない。これは来るぞ。早くどこも抜けない。まだ2周目だけどね、言って。どこも抜けないんだけど。10 9。あ、抜けた。おお、すごい。一仕事終えまして。次、あ、次。青。赤やばいな。そう考えたら、赤出しちゃったら。ちょっと待って。全部抜けない。果敢に攻めるね。来て来て来た。やばっ、待って待って、一番下の右側が抜けました。今のまいちゃんのやつで、やばい、これはちょっと待って、もうだって不安定だもん、下なんか。うんね、うんじゃないよ。いきます。ああ、え、あ、赤、赤やばいやつよね。赤真ん中もないよね。ないよ。ないね。待って、どうしようかな。あ、いけるわ。全然いけたよ。あ、スピード感があるね、やっぱりキキちゃんは。うん、OK、 さあ3周目です。青これ、なんかどこ、アンジュやりそう、これは。これはアンジュやりそう。難しい。どこも抜けないんだけど。結構もう穴が、どうしたらいいのこれ。でもさ、あの黄色と青のさ、一番3段目とかいけないかな。どこ？これ？抜けない。10 9 焦らせないで。8 7 抜けない。4 抜けない。3 ダメだよ。ダメだよ。今戻したも倒れそうになって。戻しました、戻した。見えました、見えましたか。やってません。まあ優しいからね、私たちは。これは見逃してあげる。もう怖い。よっ、黄色、黄色、赤だ。赤いや、攻めるやん。うわ、マジか。攻めるね、まいちゃん。まいちゃん強いな。今のまいちゃんので一番下が 1個になりました。はい、やばい。これ次やばい、どちらかが、これはちょっとやばいかもしれない。そろそろ黄色、黄色。待って、こことかいけないのかな。いけそう。あ、ダメだ。あ、いけるわ。うわー、うまい。うわ、これはもうアンジュだね。上手だわ。アンジュだな。黄色。黄色はもうどこも抜けないんだけど。四周目？どこも抜けないよ。あ、抜けた。抜けた。やばい。ちょっと絶対回ってこないと思ったのに。私負ける。私負け、負けそうな人。このやってる間にアンジュは、うん、あの告知をしてほしいです。告知？うん、ですね、これか。青でした。青。告知。1月9日日曜日、池袋ライブハウスオンリーユーさんでパティポンのデビューライブがあります。イエーイ。ぜひみんな来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そんなこんなで抜けました。キキちゃん。
じゃあ抱負を語りながら行く。あともう一個あったわ、告知。あ、そうだそうだそうだ。そう、あと12月25日クリスマスの日に、なんだっけ、カタカナ出てこない、アンドロジーヌさん、アンドロジーヌだっていう、なんかマスクのマスクのお店で1日店長さんやります。イエーイ。お台場です。お台場ですよ、25日にお台場で来てください。皆さん会いたいです。やばい、クリスマスこれもうダメじゃない、回転してる、ダメ、いやまだいける、ヴィーナスフォートだって、ヴィーナスフォートさんにて、おー、私たち一日店長を務めさせていただきますので、ね、皆さんぜひお越しください。お願いします。1時からだよね。うん、あ、そう、1時からです。ヴィーナスフォートさんです。はぁ、じゃあ抱負を、1月9日のデビューライブに向けて抱負というか、うん、頑張、なんか一言というか、じゃあ私からでいい、うんうん、あ、やりました。はい、それ、まあ、私たちあの3度目のねアイドルなんですけど、うん、もう今回のパーティーポンチはですね、うん、にぎやかに楽しくをモットーとしてるので、うんうん、ちょっとみんなで楽しめる、うん、曲とか結構いろいろ考えてるので、うん、ぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。お願いします。なんやかんやであと3分だ、黄色、うん、じゃあ私が考え、あの私の抱負、1月9日の抱負は、うんうん、来てくれたみんなが、うん、あー楽しかったって思ってもらえるようなライブにしたいので、うん、みんな楽しみに待っててください。イエーイイエーイ、イエーイ、もう暗示だ。なんか私が負けそうな抱負言いながら。1月9日の抱負、1月9日の抱負、うん、いやでもね、そうパティポンのねオリジナル曲もねあり、結構あのカバー曲も分ける感じのやつをやりますので。そう、分けるね、分けるカバー曲とか結構あったりして、ね、全部これ入れられるよね、めっちゃ楽しいと思う、うん、入れられるはず、うん、私だ、はい、なのでぜひ皆さん1月9日は池袋ライブハウスオンリーユーさんに遊びに来てください。よろしくごめんなさい、落としました。しかもちゃん負け、余裕をぶっこいてた私が告知のということで本日はまいちゃんが負けました。はい、はい、ということでこの後カフェでまいちゃんに奢ってもらいたいと思います。はい、そこにマックがあったよね、うん、マックでいいか、はい、そうだね、なるべく安いところにいいと思います。はい、はい、じゃあ、うん、本日は、うん、あ、この流れてる曲、うん、この曲はね私たちのデビュー曲になるので、これよかったら何度か歌いたいなと思ってるので一回やる、うん、やるこの曲ねちょっと覚えてほしいんだよ、うんうん、デビュー1月9日にみんなで歌えるようになりたいぐらい、そうだね、うん、Don't stop me, don't stop me, こら輝いて、違う歌詞が違うということでパパパパパーティーポンチの次回は1月の15日に放送です。また皆さんで会えることを楽しみにしてかぶせてくれた。Don't stop me 閉めて閉めて Don't stop me 閉めて閉めて閉めて昨日の手の自分じゃない。あ、最後言うよ最後、押してほしい、押してほしい、全力で頑張るから。